またま。ひだちゃんが、八幡さんが来てくれてます。さっきね。待って回すなよ。だっていいって言ったけど、もう取れるものは何でも取っとこうと思って、ちゃんとお揃いでバケハも被ってきてって感じですけど。え、今日はさ、うん、え、解説？実況？実況実況。実況。ダゾーンは J3 は、うん、ほら解説の方いないでしょ。そうそうそう、一人で。一人でやってるでしょ。だからその一人よ。すごいね。ほんまに一人なんですよ。ほんまに一人よ。ね、当たり前やんか。びっくりした。なんか。エレベーター降りてチンって開いたら、うん、扉のすぐこっち側におったんで見えたんですけど、うん、え、自習室かなみたいな一人で黙々と。これ今何やってるんですか。今はまあいわゆるその中継の資料っていうかね、はい、あのまあでも僕らもあの素人なんで。どこが全然素人。何がよ。違う違う、ほら実況のアナウンサーの方って、うん、もっとすごい細かい資料作って。そうなん、そう、なんか付箋とかに書いてね、はい、選手交代したらこう付箋貼ってとかするんやけど、うんうん、俺はもう全然素人やから、うん、もう我流、うん、でまあメンバーこんな感じかなって置いて、うん、でまあ長谷川選手やったら阪南大出て4年目ですよとか、はい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 、川崎の U12 から U15 U18 ですよみたいなのちょっと書いといて、うん、なんかこう試合のタイミングいいところで入れたらなみたいな感じよ。へー、ことを。まあ確かに、まあ何かの裏紙やもんね、これ。そう、で、裏紙。そう、もちろんもちろん。で、この裏紙、このサイズがなんていうの、これ B5 って言うんですか。大きいやつね。うん、これが助かんねん。これが助かんねん。だからあの、助かんねん。中継の時に、うん、中継の時に、はい、なんかスタッフが資料で、これ紙くれるやん、うん、でちょっと大きめの紙くれたら、うん、心の中でめっちゃラッキーよ。あ、これの裏に書こうって。これ使えるって。じゃあこれからそうなる。そうだね。じゃあ、うん、ひらちゃんにあげるときはあの両面印刷は NG です。裏紙で使えんよ、ね、そうそうそう、両面印刷の腹立つ。ダメやね。分かる分かる分かる。これ使えんやんっていう。でもほらなんか資料ってもらったら、うん、なんかこう置いていくのちょっと嫌やねん。あ、はいはい、せっかく用紙出てるわけだから、うん、家持って帰ってからまたその裏紙使うか、うん、やけどもう両面使ってたらもう捨てるしかないやん。確かに。そうだ、ね、だ結局紙を移動させただけやん。俺そう、資料としての紙をこう移動させただけになると。移動させて捨てるだけやん、うん、だからあの裏紙は使いたいんです。白いね。だそうです。各チームの皆さんね、よろしくお願いします。俺さ、はい、あっこ行ったやん。はい、コンピュラさん行ったやん。あ、行きました行きました。そうそう、あれ何年前分からん、忘れたけど。で、あれうどん一緒に作ったやん。作りましたよ。あの棒まだ家に置いてあんで。マジか。免許改伝も。免許改伝。普通に置いてんで。いや、あの棒はお家にじゃああると。うん、あのまあ正直、うん、家でうどんを作ってね。作ってないけど、うん、あの目の見えるところに部屋に置いてある、うん、うわー、すごい優しい。やっぱひらちゃんはいい人だ、本当に。あと、あの棒は、うん、ちょっと捨てにくい。いやいや、絶妙なね、大きさですし、そう捨てにくいと。今度ほんならちょっとまた、今日夜一角じゃないですか、今日。違う、昨日も行って。あー、なんや。なるほど。昨日高松泊まって、はい、で、一角行って、うん、じゃあ今日4時半ぐらいでね、夕方というか、はい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 、4時半ぐらいが一番ちょっとマシかなと思ったら、うんうん、もうめっちゃ列できてて。、うん、あれでしょ、街中の方行ったんでしょ、高松のな、うんうん、ほんでやっと入れたら、うん、なんかおじさんに紙渡されて、はい、40分待ちなんで電話しますって。はいはいはい、でホテル近かったから、うん、ホテルでちょっと休憩したような電話かけてきて行ったん、はい、で食べて、うん、帰ろうまで出て行ったらまた人入ってくるやん、はい、2時間半待ちですよ、言われたら。マジですごい。え、2時間待ち。金曜日、え、今日土曜日、土曜日、土曜日か。うん、はあ、やっぱすごいな。2時間半待ちって。今日じゃあ何食べるんですか。まだうどん食ってないから。あ、そうなんだ。え、でも時間帯的に。あ、そうだ。でもあれ空港とかは今日帰り、今日帰り。この近所あんの、うどん屋あるけど閉まっちゃうかな。あ、日曜日安い。そうやんな、うどん、こ基本はこっち、うん、夜営業してる感じないもんな。そう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 、そうですよ。朝踏んで、はい、朝踏んでのうどん屋、こねてのうどん屋もんな。そうですよ。次回、次回接待します。次回本当に言ってください。接待します。そうして、そうして、うん、あ、来る、絶対来るよ、うん、やったー。じゃあ次いつなんや。わかんないわかんない。本当に、うん、じゃあ来るときは本田さんに連絡してください。
私に LINE してください。LINE、はい、しないやんか。今から言うので。そうしよう。LINE するわ。やったー。